聖パウロ修道会は、イタリアの司祭、ヤコブ・アルベリオネが1914年に、アルバで創立したカトリックの男子修道会。イタリアのローマに総本部がある。社会的コミュニケーションを用いて、キリストの言葉をすべての人々に伝えることを使命として創立された。修道会名は、使徒パウロに由来する。会員は、司祭と修道士からなり、現在は、 世界30カ国と地域で書籍、雑誌の発行と普及を行い、テレビ、ラジオの分野でも活動する。聖パウロ女子修道会、市、イエズス修道場会とは、パウロ家族として兄弟会となっている。日本では宗教法人カトリック聖パウロ修道会として、東京都新宿区若葉一丁目に日本管区修道院を置き、その他大阪修道院、 福岡修道院がある。メディアによる宣教と社会的コミュニケーションのために1934年から活動し、カトリック出版社、サンパウロを運営する。カトリック書籍、月刊誌、家庭の友の出版事業のほか、カトリック聖歌天礼聖歌などの宗教音楽シリー制作も出掛ける。東京都新宿区四谷をはじめ全国各地に直営書店、 サンパウロ宣教センターがあり、オンラインショップ、パウルスショップも運営する。また、1952年から、株式会社組織に改組される1956年までの初期の文化放送の設立、運営に携わり、改組後も現在に至るまで、筆頭株主となっており、取締役を一名出している。東京都八王子市下温型町にある、聖パウロ学園高等学校は、 修道会によって創立された学校である。現在地への移転前は港区赤坂にあった修道会敷地内に所在した。ありがとうございます。